りはやはり熱々のお風呂に限るわ。ズベッドフォー！マユちゃんはいつ嫁に来ますか？まあ、やっぱ銭湯来たらこれですよね。いい加減思い切ってしゃがんでくださいよ。だからいいから。敏感で可愛いですね、先生。なんですかこれ、なんで俺が。一つ困ったことがあるのだけれど。体調不良の藤田先生に代わって私が面接官役を担当します。ではご自慢の努力と根性で。なんですくみず。もちろん面接官だって中身を見て判断したいのに。もしかして俺疲れてるのか。確かにここ最近根詰めすぎてたし。大学はあくまで学びの場、学ぶことを第一義とした回答でなくては意味がないわ。いや、シスター。地獄。 100% 不合格ということは覚えておきなさい。はい、肝に銘。